どうも皆さん、こんにちワームリンクス。ドローしすぎてセルフライブラリーアウト、リュウです。さあ今日はですね、サイバードラゴンデッキ規制が入りましてね、リミットレギュレーションの適用がありましてね、このリミット2にサイバネティックオーバーフローがぶち込まれてしまいました。きついきつい。デュエルレンクスのサイバー流はちょっと OCG と若干違くて、オーバーフローで結構戦っていくことが多かったんですよ。先行制圧みたいな感じで。で、まあスキルの都合もあってね。で、このオーバーフローがリミット2になっちゃったっていうことは何を意味しているかっていうと、やっぱりそのリミット2枠が入れられないと。まずエネコンとかコンセントレイトとか、まあいろいろそういうカイドロイドとかそういうカードを入れられなくなったので、結構ね、大幅なモデルチェンジ、デッキのモデルチェンジが必要ですよということと、あとこのサイバー流奥義っていうのがスチル修正になりまして、今まだ説明文がちょっと変わってないんだけど、コズミックサイクロン1枚では発動できなくなりました。このサイバー流奥義っていうのは、今までは1枚コズミックサイクロンを打って1000減ったら1体プロトサイバー出すってことができたんだけど、これからは2000以上減ないとサイバー流奥義使えなかったんですよ。つまり半分ライフポイントを減らす必要があるんですね、自分のライフを。じゃないとプロトサイバーが出せないと。まだ出せるんですけど、半分ハレ減らしゃ。だからまあ、死んではないんだけどね、このスキル。で、このプロトサイバードラゴンを出すための、サイバル的フュージョンサポート。これ半分ライフを払うことができるんで、これね、結局このカード1枚が2枚になるんですよ、プロトサイバーの。だから、まあやっぱこれガン詰めした方が、これからはいいんじゃないかなと思って。要はその用意できづらいから、コズミックサイクロン1枚で融合とかまで持っていけないから、だからこれからっていう、もちろんコズミック2枚とか使えばいけるけどね。で、まあ、コアはもちろん安定の3積みはこれ間違いないと思うんですよ。サイバーロードも、これも持ってこれるから。で、いろいろやったんだけど、前がね、やっぱり処理できないんだよね。そのサイバーティックオーバーフローだけだと、破壊耐性があるモンスターとか、まあ、呼吸とかホムラガミとか出てくると、やっぱちょっときついので、で、そういうモンスターには、じゃあどうすればいいかっていうと、これですね。深淵の宣告者。まあ、これがやっぱ、まあ相性がいいかなと。サイバー流、ライフエンポイントを減らせるっていうこともあるし、前の相手のモンスターを処理できるっていうカードでもあるので、まあちょっと速攻魔法でもなんでもないんで、相手ターンに全く使えないから、相手ターンはもうどうしようもないんだけど、こっちのターンになれば一応相手のモンスター処理できるんで、多分今流行ってるウィッチクラフトのマスターベルとかも処理できるんで、このカードでね。だから結構まあ相性はいいかな。これ2枚ぐらい欲しいかなって感じはしましたね、やっててね。でね、今まで、フィーアって入ったじゃないですか、フィーア。まあ、関連カードにあるんだけど、これとか入ってたんですけど、やってみて、フュージョンゲート今回ガン詰めしてるんですよ。これなんでかっていうと、やっぱその処理手段がなくなってしまった都合上前、を、ゴリゴリ融合して打点で超えていくって必要があるんですね。で、バックは、フュージョンゲート使うと、ランページ1ターンに3体とか出せるんで、結構踏みにいけるんですよ、割と。だから、手札から融合できた方が、まあ、ウィッチクラフトとかの効果無効とかもあるし、サイバードラゴン除外ゾーンに2体あるとサイバー2になれたりもするんで、単純にサイバードラゴンでいいかなと思って。単純な。まあ、これフィーアとかでも一応フィールドに出たりすれば、サイバードラゴンになれたりはするんだけど、やっぱね、マスターベールとかでも強いね。マスターベールの効果で、表側のモンスターの効果無効化されるとか、されると、オーバーフローのコストになれなかったりするんですよ。コアとか、フィーアが。これ効果でサイバードラゴンになってるんで、効果を無効にされてしまうとサイバードラゴンじゃないってことになって、オーバーフローが打てないとか、そういうねことが起きるんですよね。それがプロトサイバーもそうだから、そういうちょっと危機を回避するためにも、サイバードラゴンっていうのと、あと除外ゾーンに2枚置いとくとサイバー2になれるっていうのもあって、これでね、このカードでサイバー2になれるっていうのもあって、こっちにしてます。単純に打点も高いしな、かっこいいし、まあ、そんな感じですね。で、回し方は見ていただければ分かるんですけど、フュージョンゲートとサポートでゴリゴリ融合連打していくっていうのが基本的に狙っていきたい動き。まあ今まで通りの動きももちろんできるから、そっちも狙っていくけど。まあそんな感じで、前はこっち、まあ汎用的にぶっちょきはこっち、で、あとはもう融合でゴリ押すっていう、まあそんな感じの構築にしております。やっぱね、昔よりは強くなくなっちゃったかもしれないけど、全然いけるまだ、と思いました。やっててね。早速、デュエル、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、ミラーだろうな、多分ミラーだろうな、多分ミラーなんだろうな。
これ伏せないまであるけどね、もうもはやこれ伏せないまであるけどね、これこれ伏せないで、これちょっとほんとお祈りだな、やこれもう完全お祈りだわ、これ何も伏せなければコスミックサイクル打たれないから、ちょっとこれはやばいか、終わったか、サイバーロードフュージョン、あ終わったか、これはサポートあるやつか、これ終わったか、これ一瞬でデュエル終了か、ネグロバレーはいい、ネグロバレーはいい、カード落ちます、セット、おこれサポートないか、これもしかしてこれサポートないやつなんじゃないか、待ってサポートあったらもうサポート打って融合してくるよな、これ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 サポートないぞ、いけるぞ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 、よしよし耐えた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 、だからあとは俺様は、あー強い、なるほど、どっから行くかですね、どこから行くかみたいな話ありますね、これどこから行くかっていう話はあるんですけど、難しいなこれむず、これどっから行けばいいんだ、これどっから行くかは結構もうこっち一回セットして、あコズミックサイクロンあるね、多分ね、なんかコズミックサイクロンかオーバーフローか、いやその辺のカードはあるんだけど、まあ、とりあえず光属性の機械族を機械族を墓地送っていく、一回これでまだ100あるか、余ってるかダメか、だからここでそうですね、ちょっと相手のコズミックサイクロンがどこにあるのかわかんないで、コズミックサイクロンでコズミックサイクロンを打ち抜きたくはないので、一回これからいきましょうか、これでなんか打ってくれたりとかしたらありがたいからね、逆に、あコズミックサイクロン打ってくれるってことは、ってことは逆に言うと2分の1になった確率が2分の1になった、2分の1になったら使うしかないでしょ、2分の1になったら使うしかないよね、これで俺はだからフローを抜けばいいんだな、フローを抜けば、フローを抜けばいいから、よーし、いけるぞ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 、でこれででコアでこれでサイバーロード持ってきて、でスキル発動していく、フロとサイバードラゴンが2体出てくる、でサイバーロードフュージョンぶち込んでいく、よし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 、プレイング、これがプレイングの勝利か、これがプレイングの勝利ってやつか、ランページドラゴンを特殊召喚していくことによってランページ特殊召喚成功時の効果を発動、フィールドの魔法トラップカードを融合性の数だけ破壊できる、はいはい、バチコーン、よーしよ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 し、これは来た、これは来た、これプレイングの勝利や、バトル対戦ありがとうございました、俺は勝利のみをリスペクトする。さあお相手の方、巨大決戦、巨大決戦か、ブラックマジャンかな、最近なんか巨大決戦ブラマジもちょっとだけ見ますよね、ちょっとだけちょっとだけ見ますよね、これあ全然違ったわ、メデューサあったわ、メデューサか、なるほど、呪眼か、まあ、途絶はちょっとコズミックサイクロンでぶちかましていけばそんなになんか困ることないかなって感じしますけどね、まあ、コズミックサイクロンで途絶だけ除去しちゃえば多分バック除去ランページあるから難しくないんですよ、このデッキだから呪眼にはそんなに不利なことはないかなとは思いますけどね、でしかもハンドも結構強いですこれ今で、ゴルゴネイオでバジリウス捨てて、多分これまあ途絶持ってくんじゃねえか、途絶持ってくるんだろうなって感じするけどな、まあ、途絶持ってたところで私はコズミックサイクロンっていう最強カードあるんで、これはもうほとんど勝ちみたいなとこありますけど、途絶の時間、はい、なるほど、途絶の時間していく、途絶の時間をセットしていく、なるほど、途絶の時間はセットしていく、それはコズミックサイクロンでかましていけば全く問題ないので、サポートも来た、これでコズミックサイクロンでまずぶち抜いていく、コズミックサイクロンでぶち抜いて、途絶の呪眼で戻されることはもう一生なくなってきた、さあ使うかどうか、カードを途絶を使うかどうか、使わないで、
とサイバネティックフュージョンサポート打つで、これで新スキルの、使用になりました。でサイバードラゴンコアを召喚していく。でコア効果オーバーフローを持ってくればいいね。オーバーフローを持ってくればいいね。スキル発動してプロサイバー2体出して、あ、俺なんかすごいおしゃれな決め方していい？俺めちゃくちゃおしゃれな決め方していいですか？これはですね、すげえおしゃれな決め方できそうなんですよね。フュージョンゲート発動で、フュージョンゲート効果、ですね、巨大決戦をですね、分からせて差し上げましょう。巨大決戦とかいう、巨大決戦とかいう最強スキルを使ってる輩には分からせてやるわ。分からせてやる、マジで分からせてやる。いでよサイバードラゴン3体の魂を埋葬し、サイバーエンドドラゴンを融合召喚。巨大決戦っていうのはお互いに適用されるらしいですね。バトルフェイズいきまーす。うわー、俺は勝利のみをリスペクトする巨大決戦。スキル逆利用おじさん爆弾。さあお相手また牛さん、牛さん、そろそろアンチの実が来るぞ。牛さん、君と戦うのは僕だ。いや楽しみだ。これは強いハンドがめちゃめちゃ強い。めちゃめちゃ強い。これができたらもう勝ちや。これ結局これはできますからね、いまだに。このゴリハンおじさんはできますから、いまだに。これで、2枚破壊からの、相手の、表2枚破壊、表っていうか、まあ、モンスターに何でも2枚破壊からの、バック2枚破壊できるんで、小脇メールの混合格。何時代から来たの君は。君何時代から来たの。小脇メールの効果、これ何時代のデッキだよ。やば、なんかカンブリア家みたいなデッキ来たんだけど。いつの時代のデッキだよ。すごいな。なんかリミットなんか何もないよね、小脇メールって。今別に解放になってるとかないよね。今まで通りだよね多分。今何がリミットなんだ。小脇メールの効果かな。ちょっともう忘れたレベルでちょっとわかんないんだけど、ウルナイト、オッケー、ウルナイトね。はい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 、ウルナイト。でも結構強そうだな、ハンド。ちょ、混合格2枚引きはちょっと強い。混合格で破壊耐性得られた。破壊耐性きついな、破壊耐性きついな。ウルナイトはええわ、ウルナイトはいい。ちょっとマキシマムマジでやばいよな。ウルナイトはええわ、もうちょええわっていうか、まあ何もできないんだけどね俺。今のところ何もできない。オーバーフローも効かねえし、オーバーフロー効かねえし、ウルナイトの効果でこれ何が出てくるんだろう。ウォール、ウォール、魔法カードが発動したときこのカードをリリースして、あ、やばい、やばいぞ、これ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 やばいぞ。ちょっと待って、ちょっと待って、やばいぞ。マキシマムか、マキシマム、なるほど。これだから、サイバーエンド出せばいいってこと。サイバーエンド出せばいいってこと。サイバーエンド出せる、これ、これ、これどうする、これどうする。あー、止めるよね、なるほど、止める、なるほど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 。あれ、これやばいんじゃない、これやばいんじゃないの。あれ、これ破壊できないんだよね、あのモンスター、あのモンスター破壊できないんだよね。あれ、これやばいんじゃないこれ。やあれ、あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、落ち着こうぜ、ユウセ、ユウセ、ちょっと落ち着こう、一回落ち着こう、落ち着こうぜ、落ち着こうぜ、ユウセ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 、ちょっと待って、どういうこと。